皆さん、こんにちは。JAXA ワークライフ変革推進室の小山と申します。このワークライフ変革推進室というのは、ダイバーシティの推進、職員一人一人が生き生きと働ける職場を目指して、働き方改革に取り組んでいる部署になります。特に女性活躍という面におきましては、2013年に男女共同参画推進室を設置し、女性の活躍推進に本格的に取り組んでいます。現在 JAXA における女性比率は全体の 20% になっていますが、すでに新卒採用においては男女差がほとんどないという状況になっています。またライフステージに合わせたさまざまな制度環境を整えることで女性活躍支援をさらに後押ししているところです。育児休業期間、育児短縮勤務、時間外勤務の制限やこの看護休暇などについては、育児支援制度の法定を上回る柔軟な運用を行っており、またこれらは男女問わず取得することができます。さらには働き方改革の一環としてテレワークやフレックス勤務制度の拡充、休憩制度や勤務中断制度など様々な勤務形態への対応、またそれを実現するためのオンライン会議の活用やペーパーレスの推進などを行っています。これらをはじめとしたさまざまな取り組みにより、子育てサポート企業マーククルミンを2019年に、女性活躍推進の優良企業マークエルボシの3段階目を2017年に取得しました。また内閣府の理工チャレンジに参加し、女子学生の理工系分野の選択を応援しています。昨年度の相模原キャンパス特別公開では、 JAXA 宇宙科学研究所を中心とした働き方や進路選択についていただいたご質問にお答えする形で、勤務制度や職員の働き方について紹介を行いました。今回の特別公開動画では、仕事と家庭の両立をテーマにして、育児休業から仕事への復帰、家庭と仕事の両立、キャリアアップとライフイベント、そして最後に JAXA または理工系を目指す方への一言という構成でお送りします。この動画を機会に、働く場所としての JAXA の取り組みへのご理解と仕事と家庭の両立について考える機会になれば幸いです。なお、動画をご覧いただき、アンケートにお答えいただきますと、スマホ用の壁紙をプレゼントしています。動画の最後にアンケートのリンクをご案内していますので、ご協力をお願いします。そうですね、たくさん両立している先輩がいるので、困った時は相談できるし、で、やっぱり頑張ってる先輩がいるってこといて、多分両立できているので、自分もなんとかなるだろうっていう楽観的な気持ちで乗り切ろうとしてます。JAXA はすごい男性職員も理解があって、本当ありがたいなって思いますね。助けを求めて初めて、こういう助けが必要だったんだっていうのが分かる男性職員もいるから、ね、助けを求めることによって、さらに、ね、環境が良くなっていってるのかなと思いますね。5時45分定時になったら、まあ、今フレックスでじゃいる人によっては違うんですけど、もうパソコン強制終了で、保育園に行かざるを得ないっていう。でもまあ、なんとか仕事は回せるぞっていう感じですね。で、多分それは女性職員だけじゃなくて、男性職員も保育園の迎えがあるから今日は失礼しますって言って書いてたりするんで、なんか、これから働くにあたってはすごく制度も充実してるし、なんか心配事はないのかなって思ったりします。夫はほぼ毎日定時帰りで、私と一緒ですね。定時帰りで、
私が保育園に迎えに行ってたら、夫が夕飯の準備をしていて、で、食事の準備が終わってみんなで食べて、で、私が夜勤とかあるときは、夫が子供たちの面倒を全部見ていてくれて、で、まあ、夫が出張のときとかは、まあ、私が分担してっていう感じで、そう、なんかもう、夫と本当に協力し合いながらやってます。夫も出張で私も夜勤でっていうリスクがあったんですけど、その時は私の母に、まあ、隣の県に住んでいるんで、来てもらってっていうようなことを調整してました。なんか、自分の頑張りたいと思ってる仕事のとは重ならないように、妊娠期間が重ならないようにとか、ちょっと考えましたね。忙しいタイミングが大体分かっているので、その忙しい年の間に、まず長女を出産して、で、またその忙しい仕事が終わってから、長男を出産してっていう感じで、やっぱりちょっとタイミングは見計らってしまいましたね。仕事との兼ね合いで。で、まあ、妊娠中は、もう本当に1ヶ月前弱ぐらいまで仕事をしてたんですけど、なんか逆に仕事がないよりは、仕事で忙しくしてた方が、つわりとかがひどくなくて、多分他に考えることがあるからかもしれないんですけど、結構自分は仕事に神経がいって、つわりがひどくなかったので、助かったなと思ってます。あ、それは大変ですよね。いや、大変じゃないことはない気がしますね。でも多分それは男性職員も育休から復帰して仕事に追いつくのは大変だし、まあでも、死んじゃいそうなほど大変ってことはないんで。なんとかなる。頑張ればなんとかなる大変さかなと思ったりします。多分これも出産と一緒で、このタイミングだったら自分しかできない仕事はそんなにないと思って判断して、その1年間を狙って行ってきました。で、帰ってきてから、まあ確かに大変ではあったんですけど、みんなそれぞれ、やっぱ私がいない分後輩が成長してくれたりとかして、逆に今すごい助かってます。自分しかできなかった仕事を後輩ができるようになってくれていて、で、今一緒に仕事できたりとかするんで、なんか、それもそれでよかったなっていう気がします。そうです、その通りです。少しずつ引き継いで、で、まあ、もう本当に困ったときは、質問してくれて構わなかったんで、本当ですね。なかなかね、やっぱり、チームから人が減ると、周りのダメージはあるんで、ダメージをいかに少なくするか。で、出産は確かにおっしゃる通り、何ヶ月も準備する時間があるんで、お互いなんかやりやすいかもしれないですね。自分、なんか周りの人もできる仕事が多くなるし。そうですね。あんまり感じることはなかった気がします。なんか JAXA の規則的にも、産休育休はなんか、勘案しないっていうルールがありますかね。ね、でも JAXA 第一期生で、そういう時代の風潮になって、
男女平等で働ける、ね、その日本でもそういう風潮になったっていうのが、ありがたいところなのかなって思いますね。自分がやってみたいなと思ったことがあったら、周りから何と言われようとも、挑戦してみてください。で、私も、たびたび、中学生ぐらいの時から、宇宙を仕事にしたいなと思って過ごしてきたんですけど、やっぱり周りから、宇宙なんてっていう声を、ことを言われたことは何度もあるんですね。だけど、やっぱり自分は宇宙をやってみたいって思いが強かったので、大学でもその宇宙につながることを勉強して、JAXA に就職することができました。なので、やってみたいなと思って、本当にやってみたいと思ったら、挑戦するのを諦めないでください。冒頭でも紹介しましたが、JAXA では様々な子育て支援を行っており、筑波宇宙センターと調布航空宇宙センター内には事業所内保育園を設置し、JAXA に勤務する職員等の児童たちがセンター内の自然豊かな環境の中でのびのびと生活できる保育環境を提供しています。休業制度としては、育児休業、育児部分休業、配偶者同行休業制度、また特別休暇としては妊娠中の休息や配偶者出産のための休暇制度があります。なお、これらの制度を利用したことによる不利益扱いは禁止されていますので、安心して利用できます。さらには労働条件として時間外、休日、深夜労働の制限などもあります。子育て支援策については今月から施行された改正育児介護休業法への対応も行い、さらに使いやすくなりました。最後までご覧いただきありがとうございました。アンケートにご回答いただいた方には、スマホ用壁紙をプレゼント中です。画面の QR コードからアンケートへのご協力をお願いします。